自民党の広瀬恵美参議院議員がカナダ人サックス奏者との不倫疑惑が報じられているデイリー新潮の報道によると広瀬議員は赤いベンツで歌舞伎町のホテルに入って宿泊しその足で国会へ直行したという弁護士で2児の母親でもある広瀬議員は報道を否定せず自身の X で謝罪した今後は、 家族を大切にまた応援してくださる皆様の信頼を回復できるようなお一層の努力を重ねてまいります広瀬議員の X より地元岩手では批判する声も上がっているというが党からは目立った処分などは聞かれていないこれに県政史上初の不倫による議員辞職押した宮崎健介元衆議院議員は その時の状況に応じて騒がれたり騒がれなかったりする傾向にあるとして今は政治と金の話で揺れ動いているそんなことよりももっと大きな問題があると国民の関心事がそっちに言っているタイミングが良かったと推察した僕の時は他にニュースがなかった格好の的だった宮崎健介氏 ラブホテル評論家の顔も持つ文筆家の古谷恒平氏は、公人の不倫は丸山町、歌舞伎町、五反田、うぐいす谷など大体都内のホテルで激写される。なんで川口や蕨のホテルに行かなかったのかプラス20分くらいでバレるリスクが減ったのになぜわざわざ歌舞伎町で。 と冗談交じりでコメントしつつ政治はプロかもしれないがラブホ選びは素人だと語ったアベマテキニュースショーより以下はネットユーザーの反応をまとめたものです自民党の国会議員は次の選挙で落選する可能性が高い裏金脱税の人は当然だけど それ以外の人も知ってて黙ってたり党内の歯車だったのだから同罪だろう国会議員は一個人の集まりなのに党や派閥に入ることで次の選挙でも国会議員さまでいられる可能性を高めてる二言目には選挙には金がかかる秘書だけでも東京と地元にって国会議員はよく言うけど次の選挙でも当選したいから地元に秘書が必要なだけなので結局 日本を良くするためではなく自分が国会議員でい続けるために働いてますってことだよね最近では議員の身勝手なスキャンダルや不記載をしたり金の問題まで渦巻いてる国会議員に注目が集まる原因がこんな個人的な不貞行為だなんて本当に情けないこの人は一体どんな理念で議員になったのか 国の立法府たる国会の議席に座る議員は国民の模範的行動を取らなければならないはずだしかし国民への寄り添いよりも議員という地位へのしがみつきに必死な議員が多すぎるしこんな議員らが国民のための法案を考えられるのだろうか一度与野党すべての議員の身辺調査などを実施した方が良いのではないかと思う 自民党のの岩盤支持層は全有権者の20%ほどだと言われています。たったの20%の支持で過半数を維持できているのですそれはなぜか答えは至ってシンプルです有権者の半分が選挙に行かないからです昨今の自民党のおごり高ぶりは目に余るものがあります もはや政治不信などと生優しい次元を超え政治に絶望すら感じている方も多いのではないでしょうかしかしこれを選挙に行って投票行動で変えることができるのは主権者たる国民自身だということを私も含めて戒めとしたいと思っています今は政治と金の話で揺れ動いているそんなことよりももっと大きな問題があると国民の関心事がそっちに言っている タイミングが良かったと国民は考えてないと思いますマサパ裏金問題の議員処分も銀座三兄弟が離党勧告ということで処分を迷っているようですね岸田氏は総理としてではなく自民党総裁として祭りごとパ裏金問題の議員や不倫疑惑のある議員の重い処分を決定すべきです 安倍元総理の国葬や増税等以外はすぐに決定できないのが岸田氏ということも国民は理解していますけど、多分だが落選はないと思う、それは当選保険に加入済みゆえ、保険の種類等はあえて触れる必要もなかろう。防議委員が子ども食堂の運用資金云々の記事にいろいろの方の投稿を拝見したが。 ある方から耳にしたことではあるが法案一つ通すにも関係各省庁のキャリ諸こに手土産が必要とかそれが何かはもう各自にはお分かりだと思うが生でなく退職後の革張りの椅子等もあるとか生は食あたりの危険があるとかうんぬんうんぬんとまあとかくこの世は戦次第ってことかね。 ゼニのないやっはオレンとここいという人は今はいない銭のないやっは死ねという人はたくさんいるようですよいろいろとストレスもあるのかしれん政治に邁進する以上何かと犠牲もつきものなのかしかしそれもお国のため何か成し遂げているのであれば理解もできる聞こえてくるのがエッフェル塔での記念撮影とフランス料理での舌鼓だけでは何とも。 皆様の信頼を回復できるようとおっしゃるが回復できる信頼がそもそもあったのか与党の議席稼ぎのためだけなら誰でも良いのか分かりませんが国民は迷惑ですご退席願います。広瀬さんはエッフェル塔の画像の印象が強くて世間的には再選の可能性の薄い弱コン議員っていう認識なんだと思う つまりマイナス評価にさらにマイナスがついてもマイナスという事実に変わりがなく執着するまでもないんでしょうこのニュース出た時始議員を辞めるかのようなコメントだったのに党と世論の動向を見て今やめなくても大丈夫かなとか感じたのかな。 自分の出所身体は自分の判断に任されるところあるけども今こんな人たちの多くが議員先生と呼ばれる方たちなんだと思うとなんだかうんざりするただこの人は曖昧な表現せずに写真を認めたからまだマシな方に感じる裏金問題とされる当事者の歯切れの悪さ知らなかったのオンパレードには愛想つかされる こうになったらきちんと説明しますと車に乗り込む姿を何度もテレビで拝見したが国民納得してないのを理解してるのかなタイミングが良かった、宮崎氏は対局を読んだつもりで言ったのだろうが政治に関わる人間の浮世離れ的な考えは受け入れられない広瀬氏は弁護士資格を持っているから不倫が刑事罰には問われないが民事では慰謝料が発生する不貞行為と認識しているはず。 それを承知での不倫で、見つかれば取られたなら仕方ないと開き直る人間、税務署職員が脱税するぐらいの愚かな行為で、倫理のない人間が国会議員として適切か不適切かは、タイミングのよし悪しで語るものではない、異文化交流を肌で実践している、夫と子供は複雑だろう、岩手がおおらかな土地柄であればいいが。 それにしても、自民党の女性議員は杉田議員や、エッフェル姉さん、ドリル姉さんなど役者ぞろい、懐が深いのか、はたまた教育が行き届かないのか、とんでも議員ばかりだな。昨年の盛岡市長選と岩手県知事選は、エッフェル広瀬の影響で、自民支持の2人が落選。 残り3年は政策活動費や旧文通費は選挙活動に使うことはなく高木剛のように商品券や金券を購入し現金化したり黙って1億円はたまり豊かな老後が待っています。